どうも今朝の9時前、朝の9時からこんなことさせんだってまあそこを置いちゃって、今日はトロールコースと一発マリオじゃないんですよ。たまにはね、マリオメーカーっぽい普通のコースもやろうかなと思いまして、週間ランキングの方から適当にダウンロードしてきました。それじゃあ本編いきますか。はい、どうもピヨキューです。今日はいろんなコースやっていきますか。で、今日のトロールコースじゃいつもトロールコースばっかりやってるからさ、癖が出てしまいました。で、まず最初のコース、タイトルスクリーンウェーベル、クリア率は 1.20%。 で、今日はさ、久しぶりにいろんなコースやるからテンポ少しだけ上げさせてもらっていいかな。めったにやんないじゃん、僕こういういろんなコースって。だからいろんなコースをやるためにちょっとだけテンポ上げさせてもらうね。いつもみたいにコース画面でダラダラ喋ることはやめておくから。ていうか、ここどういう感じ。え、この扉入っていいのかな。今なんかパックンたち落ちてこなかった。これクルリンして、あー、なんか見たことある、こんなコース一回やってみたかったんだよね。で、これかぶってどうすればいいのかな。左って書いてるけど、左行けみたいな。意味がわかんないよ。うるさい、朝の9時から叫ぶな。そんなんじゃ今日の動画持たないぞ今なんで壁ズリズリしたの。これかぶれるのか。いや、じゃねえんだよ、頼む、投げたらどうかなって。ベッド様、もうちゃんとやっていくなんかさ、下に P スイッチがあるじゃん。だからあの P スイッチを踏めっていうことなんじゃない。あ、多分これでいいよ。これで左側のドアに入れるっていう感じだね。いや、これめちゃめちゃおもろいね。ナイスアイデアすぎる、ナイスアイデアすぎる、脳汁ブチャーだね。そしてチェックポイントに取れました。そして次はもっと難しくなってるっぽいだ。いや、どうすればいいんだろう。ここで来るんでしょ。で、ヒップドロップしてこのファイヤー取る。で、このブンブン倒せばいいのかな。そして左に行くみたいな。え、ここでアクルリンか。いや、わかんねえわかんねえ。だが、しかし分かればもうこっちのもんさ。ここでファイヤーを手に入れていく。いや、ちょっと今遅れたな。これ大丈夫か、間に合うか。ここでサンクルリンからのこのファックンを倒して、右側のブラパを倒した後、鍵の輪に入っていけない。いや、今のは相当出遅れた。でも僕は全然悪くないよ、全部このブンブンが悪い早めに左に行こうか。そしてパワーブロックを投げて、ここでワンクルリンすれば鍵ドアに入れるんだ。あ、こっちがいいんだよ。もう全て分かりすぎこえる。ここのパックブロックがあるじゃん、パックブロックじゃねえ、パワーブロックがあるじゃん。あのパワーブロックを投げた瞬間、ヒップドロップしてリフトに乗る。多分そうだよ。だからここでクルリンからのヒップドロップ、そして鍵ドアに入る。さあいや、これ本当に時間がシビアで相当難しいね。多分これでゴールっていうことなんじゃない。これ当たったらいけないとかそんなんないよな。よしよしよいや、初めてこういうコースしたけどすごい楽しいね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ハミャンハミャンハミャン、フリーロード、かっこオンリーユーズ Z プラス上ということで、クリア率は 1.79%。 サムネがさ、ノコノコカーがあったから、ノコノコカーに乗りながら進めっていうコースだろうね。いや、僕そういうコースめっちゃ好きなんだけど、 Z プラス上ってなんだろうね。プロコンってさ、 ZR と ZL しかないから、まだちょっとよく分かんなくて、ジャンプおしっぱっていうことかなあれ捨ててよかったのとりあえずジャンプおしっぱしてみるよ。こっからジャンプおしっぱ、そのまま右に進めば。いや、違うっぽいね。上のワープブロックに入れってこと。あー、わかった。これさ、タイミングよくジャンプして、あのワープブロックに入れっていうことなんじゃない。だからタイミングよくノコノコ川を乗り捨てるようなコースなんだよ。今ちょっと噛まなかった、大丈夫。それがわかればこちらもさ、ここでオンオフからのこれなかなか繊細なコースだね。次こそちゃんとオフ状態にしていく、人生のオフへね。これ思ったんだけど、わざわざジャンプする必要ないんじゃない。ここでちゃんと狙ってオンオフすれば簡単にできるみたいな、わざわざ難しい方でやってたんだね。さあ次のステージへ行くよ、我がベンツよ。ここで上、ナイスちょうどいいところに来てくれるんだね。そしてここも左からの、左からの、ここで上、テンデイ、次こそ決めようじゃないか、マリ、スーパーミラクルローリングウルトラサンダー撮影しなくていいって、なんか恥ずかしいじゃん、こんなとこ撮影するなんて。ここ上でいいのかな。そしてここに乗って、ここの行き方がまだよく分かってないんだよな。上の土管に入ることは合ってるでしょ。そしてもう一回上かな。あー、なるほどね、上のドッスをどんどんこっち側にこさせればいいのか。そしてスタートだ、レッツゴー、そのまま行ってくれマリ。ここは高速道路だよ、どこに行けばいいんだい。え、なんか戻ってるけど大丈夫。ここで上のワープブロック、さあ次はどうだ。オッケー
無事あそこを抜けることができたね。そしてここも中間ポイントゲット。このクッパを踏んでっていいのかい。頭を刈れるぜ。これすげえ神コースの予感がプンプンするね。じゃあここはすぐ上の透明度感に入っていく。そしてもう一回このカートに乗って右左どっち、一旦バネ借りて行ってみようか。これで合ってる。そしてもう一回このクッパ踏んでいけみたいな。うわすげえ、これ神コースというより神コースだね。もう黙れ、いつもしょもないギャグばっかかましてきやがって。だってクッパってさ、カメなのかな、まあ、背中になんかカメの甲羅っぽいやつがあるからカメっぽいんだけど。じゃあここはクッパの頭をまた借りて進んでいく。残りピンクコイン2枚か。このままノーミスでいきたいね。いや今なかなかいい反射神経だったんじゃない。頼むクッパ間に合って、あとは貸して。よしよしよし、あと1枚ノーミスでいきたいね。来たノーミス。そしてこっから右、これで合ってる。オッケーオッケー。そしてここでクッパを倒していくんじゃないの。上、そしてここは右と左か。え、クッパ倒さないの。ぜひ倒していきたいんだけど。え、これどっちどっち。いやクッパ倒せないのか、ちょっともどかしいよね。じゃあここで鍵に入って、もう一回クッパは、え、ちょ、鍵あと1個。やっぱクッパ倒さないといけなかったんじゃない。え、でもさ今完璧に全部埋めてたよねクッパ。どこが足りなかったんだろう。今んとこさっきと同じように完璧に来れてるんだけど、あと1個の鍵はどこで手に入れるかマジで分かんないんだよね。ここまでは合ってる。そしてここも何もしない。ここどっかでジャンプしなきゃいけないのかな。あ、なんか今度は倒せたね。あれなんでだろう。さっきとの違いが全然よくわかんない。まあまあこれで無事倒せたということで、多分これでもうゴールなんじゃない。多分そうだと思う。さあゴールよ、現れてくれ。まだあんのか。あ、ゴールだね。どうもありがとうございます。え、なんで違うの。え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってって。トロールコースかこれは。え、待ってくれって。え、この土管の先には何があるの。絶対に全部隠しブロックでしょ。もうビビらせやがって。多分ここでもう一回ゴールさせてくれるっていう感じなんじゃないかな。あぶねー。ちょっと降りていこうか。もう降りようや。降りてってもうこのままゴールしたいと思います。ちょっとどけって、頼むって。はっ、あ、これゴールできるよね。少しずつ押してるもん。いやめちゃめちゃ焦った。これゴールできんかと思った。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。1の1がブラパに支配された。クリア率は 1.88%。 まあいつかの動画でね、1の2がブラパに支配されたっていうコースをやったんだけど、それマジでめちゃめちゃ難しかったのよ。いや違うんだって。いやブラパって本当に当たり判定大きいよな。だから余裕持ってかわした方がいいよ。そしてこのハテナブロックの中も全部ブラパってことは、本当にブラパが1の1を支配してるっていうイメージのコースなんだろうね。いやブラパっていうのがまたチョイスが良くない。ブラパってさやっぱ強敵じゃん。だから難易度もグッと上がると思うんだよね。そしてここも行き合うと思ったらブラパかよ。もう全部ブラパなんだよきっと。だからハテナブロックとか全部叩かない方がいいよと思いながら全部叩いていく。そしてここはブラパが下がった時にジャンプ。うわここちょっと難しいね。勢いつけてハテナブロックを叩いて向こうに行こうか。いやこのスパナめっちゃ邪魔なんだけど。ブラパだけじゃないの。いやなんか喉がおかしくなってきたよ僕。ここでジャンプ。はだー、これさ上から行けないから。上から無理か。全部ブラパがいるじゃねえか。じゃあ早めに行こう。早めに行ってここでジャンプで上から行く。下のハンマーブロスはまずいよ。え、ここめっちゃむずくない。下から行ける自信がないんだけど、上から行けないかな。これ上から抜けれる。オッケーオッケー。よっしゃ、中間ポイントめちゃめちゃ嬉しいね。中間ポイントはマジでありがたい。ここ抜けれるかな。勢いつけてこっからジャンプしていく。そしたら抜けれる。そしてもうそろそろゴールがあると思うんだよな。あいつらた確か自信してこない。ジャンプして自信してくると思うんだ。いやここちょっとむずけくね。なるほどね。あの右に飛んでるブラパカワちゃん、あの下をくぐっていけっていうことだと思うよ。だからこのタイミング、いやむずいわここ。勢いがいるね。だからここオッケー。ここはブラパ出てこないだろうな。見たかブラパ、もう俺にたたつくんじゃねえぞ。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、バンザイキャニオン。クリア率は 1.27%。 まあバンザイキャニオンって言ったら USA キノコになってロケットを持つじゃん。そしたら手上げるからその状態で進んでいくっていうコースだと思うんだけど、なんかそうでもないみたいだね。後で来るのかなそれが。え、こんだけ全然ぬるすぎる。お湯で言えば47度ぐらいだね。
いや普段さいろんな方のマリオメーカーの実況を見るみんなはさこういうコース全然普通だとは思うんだけど、僕にとっちゃめちゃめちゃ目新しいね。こっちで合ってんのかな今よく来れたなこっちに。そして次はこのキラーに乗っていけっていう感じか。いやなかなか面白いね。マジで全部が目新しく見える。そしてここはパーブロック、そしてパーブロック、そしてドグロリト、そっちに行くんかーい。みんな気をつけた方がいい、このコーストロール要素詰まってるよ黒いんだよさっきからトロールコースって。ここは右でいいのかい。そして今度は左に行って、ここでパワーブロック、そしてリフトに乗って右にジャンプ、これで合ってる。そして土管は入れない感じか。じゃあもう一回このリフトに乗って上、そして弾からのキラー、そして魚、そしてここでシブ音符。みんないいダジャレ思いついたね。今のはシブ音符じゃなくて死ぬ音符だねもうそんなこと言うからやられちゃったじゃん。僕のさしょうもねえダジャレ好きって言う方いるもう知ったらめちゃめちゃ嬉しいんだけど、あんなしょうもねえギャグをさ。そしてここはどうすればいいんだい、リフトに乗っていけばいいのかい。何も来ないじゃねえか。はーい、何もかも分かってないピオキングだよ。ここはどうやっていけばいいの。分かったんだよ。いや本当にこのコースおもろいわ。僕このコースマジでチキ、そしてコースの作りも美しいこのネタ知ってる人いるかな。 TikTok で流行ってるんだけど、小さい子がねユニクロの商品を紹介するときに美しいを美しいしか言えないんだったけど、それがめちゃめちゃ可愛くてなんかねすごい流行ってるらしいんだけどね。じゃあここはジャンプして渡っていく。スパイク、もう無言でやっていくわ。あとゴールするだけだしね。たまにコメントであるんですよ、無言でやってくれって。だからそのコメントのリクエストに応えるためには僕は今から無言でやっていきたいと思います。スネオくんどうすればいいの。さっきと同じだな。ここのスネオくんは左に渡って右に渡る、そしてこの P スイッチを踏んで右に渡る、そしてカキ棒からのカキ棒からの誰かここか。一つ出し忘れてたわ、ここのハテナブロックを叩いいとこ来てんなお前は。じゃあここはちゃんとメガクッパを避けて踏んでいく、そしてこのハテナを叩けばいいのかい。でバネに乗ってこの雪玉は何だろう。えこれ蹴っていいの、蹴って、あ待って生き返っちゃう、生き返っちゃう、ここで踏んでいく、やったよしよし。この鍵扉は何だろうね。え右下に出るだけ、多分1キャップがもらえるだけみたいな、あーそんだけだね魚が出てきたらどうしようと思って左で逃げてしまいましたけど、これも1キャップなんだね。どうもありがとうございます。それじゃあラストのコースはこのコース、ポッキーデザートプラットフォームスということで、クリア率は 1.70%。 いやこのコースね週間ランキング1位だったんだよね。ハートの数もめちゃめちゃ多いからさ、どんなコースなんだろうね。まあ、プラットフォームって書いてたから多分このリフトをどんどん乗り継いでいけっていうコースなんじゃないかな。多分そんだけでいいと思うんだけど、あ結構余裕かもしんないこれが今日一番簡単だね。でコインの通りに行けばいいみたいな、うわ余裕すぎる。ごめんねみんな最後にこんな余裕なコースを持ってきちゃって。でここで中間ポイントゲットっていう感じでしょ。こっから難しくなるんかな。えこの上に追っておいたらダメだね。これさボブヘイに当たっちゃうよね。だからここに追っておかないといけないんじゃない。あそれかブラパが発動する前にこのプラットフォームに乗る、プラットフォームじゃねえやこのリフトに乗れっていうことか。プラットフォームって大体どういう意味なんだろうね。さあ次はどんな罠が待ち受けてるんだい。罠とかないよ、ここはトロールコースじゃないんだから。いつもの喋る癖が出てしまったねこれさところどころ青ブロックがあるのが見える。もう一回オンオフをして戻ってこいっていうコースだったら相当難しそうじゃない。でここは左にジャンプ、そしてここのリフトによってジャンプ。いやこんだけだったら全然余裕だよ、戻ってこいっていうこと。いやそういうことでもなさそうか。じゃあこのままもうゴール目指しますか。もう僕はかなり上手くなってきてるからね、マリオメーカーを3年もやってたらさ。でたまにさコメントでマリオメーカーどうやったら上手くなるんですかっていうコメントあるんだけど、僕も最初は下手だったんだよ、下手だったんだけど、やっぱりね相当やってってるから、4000時間今4500時間ぐらいあるかもしんない。そんくらいやってたらもう必然的に上手くなっちゃう。そういやさみんなに聞きたいことがあったんだけど、僕寝るときさベッドを使ってるわけよ。そのベッドはさ一人でダブルベッドを使ってるんだけど、それはおかしいですってマジで言われたんだよね。一人でダブルベッドなんておかしいでしょみたいな全然おかしくない。チョコドコロちゃん、いや絶対におかしくない。一人でダブルベッド使ってる人なんて世の中どんだけいると思ってんのって思ってさ、で聞いたわけよ何がおかしいのって。そしたらさ
いやおかしい、いや答えになってねえじゃんって何なんだこの人はって思ってだから他にも絶対いると思うね、いるでしょ、見てる方の中でも一人でダブルベッド使ってる方いると思うんですよ。ダブルベッドの話で終わってしまったなこのコースどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。